はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。え今日は偏差値65への算数、えー、っとですね、今日ま整数のね、まあ、推理の問題をやってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、中学受験の全教科、全科目、全単元について、いつでも、どこでも、何度でも理解し直せるという、えー、 まあえー、コンセプトで、えー、作っていますいいなと思ったらチャンネル登録メンバーシップお願いしますさあでは早速やってみましょうえー、これの問題です異なる4つの整数を小さい方から順に並べ隣り合った2数の和を求めるとそれぞれ283259でした。 4つの整数の中で最も大きい数は四角ですとさあ4つえ整数があると小さい方から順に並べるさあ小さい方を A2 番目に小さい一番大きいのを D としますさあそしてこのえ小さい方から順に並べて隣り合ったものを足す、ね、A 足す B は28だ B たす C はえ32だった。C たす D は59だったと。ね。さあ、この時に一番大きい D を求めなさいってことだね。さあ、どこがわかるかっていうと、まずね、A たす B が28です。 B たす C は32です。さあ B が共通していて A と C の違いがこれ28と324つ違いだよね。ってことはね C と A はね4つ違いってことですよ。ね。10と14とかね。そして A よりは大きく C よりは小さいのが B ですからね。B は A と一つ違いか二違いか三違いのどちらかですね。これ以上差はつかないわけです。4違うってことは絶対ないわけです。そうだとすると A たす B が28で2つを足して28で A と B が 1>, 1違いか2違いか3違いとするとね、A と B の組み合わせはね、14、14というのはありえないですよ。同じになっちゃうから。そうだとするとね、13、15だったら2違いですよね。で、えー、っと、12、16だとどうだろうかっていうと、もう4つ違いになっちゃいますよ。 そうすると A と B はもう13と15って決まっちゃうんだよね。で13が決まれば C はその4つ違いですから17っってて決まってきまきすさあそして C+D たすが59で C が17と決まりましたから5 9く1 7は42。 D は42だと。ね。さあ、ちょっと見直しだけしてみましょう。さあ A、A たす B は28。いいですね。B たす C、15たす17、32。OK ですね。17たす42、59。これも OK。ね。えッ、ー、OK なので、まあ、何答えるかっていうと、4つの整数の中で最も大きい数はいくつかですから、えー、42だと。 いうことになるわけです。与えられた条件からどんなことが言えるのかっていうのを一つずつ一つずつ出していってね当てはめていくいいなと思ったらチャンネルシップメンバーシップあチャンネル登録メンバーシップお願いします。でではは今日はここままにしましょう。